皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と福岡航太朗五段との乃木詰対局の模様をご紹介したいと思います。では初手から見ていきたいと思います。福岡五段の黒番です。まあなんかたすきの布石になりまして、三々に入りましたね、福岡五段ね。で大ゲイマに締まりまして、中村三段もまあまあ星ですね。でまあ大ゲイマに締まりました。でかかって挟みましたね。で三々入りました。まあ定石打ちまして、でここに打ちましたね。はい、ここに打ちました。まあ面白いところですね。まあ難しいですね。まあなんか三々っていえばまあどうもね、星に打つことが多いんですけども、ここからかかりました。かかったっていうか、はい、ここ打ちました。で大ゲイマに開きましたね、これに対して。でまあここに開いてね、まあ模様を張りました。で二間に飛びまし開きまして、そして、隅を守りましたね。でつけていきました。でこちらにね伸びましたね。まあいろいろあるところですけど、こう跳ねるとか、こっちに引く手もあります。まあそれでここでとりあえず一間飛びましたね。で一間飛んで、そしてここでね、こっちから跳ねましたね。そう、こっちから跳ねる手が一応成立してますね、これは。で、まあ、ここはね、もう、こっちに曲がって、これはもう別々で生きようということですね。で、まあ、かけ継ぎまして、そして、桂馬に飛んで、そして、こすんで、で、一間飛んで、で、ここでね、狭間の間をね、割っていきましたね。これをこすんだことによって、もう渡りがなくなりましたので、当たり打ってついで、そして渡っていきましたね、これね、渡っていきました。で押して、そしてまあ肩ついて逃げていきました。で一間飛んで押して、張って、二間飛んで覗いて押さえて、張って押さえて覗いてついで、で割り込んで取って、でこっちを切りましたね。なかなか難しいんですけれども、この一手一手がね。でここでですね、ここにつけましたね。まあここ当たりを打つのは一応先手だから打ち得なんですけれども、まあ打たなかったですね。まあここ跳ねまして、そしてまあ切り違いを打ったんですけれども、さあここでね、こっちから当たり打ったのは、これはちょっと意外でしたね。そうですね、ここはこういうふうに打つべきじゃないでしょうかね。こう言って、こう言って。で、当たり打って、こう言って。で、こういうふうに打つと。何が嫌だったんでしょうかね、これの。ちょっとわからないですね。こういう、覗きとかが嫌だったんでしょうかね。まあ、当たり打たれるのが嫌だったのか。まあ、わかんないんですけど。とにかく、こっちから当たり打ったのは意外でしたよ。で、肩ついていきまして、まあ、跳ね継ぎましたね。でも守りましたけども、ちょっと守った手は、まあ人工知能はこれちょっとかけついた手はぬるいと言ってます。人工知能はここでね、こう伸びろと言ってますね。まあ抑えるしかないんですけども、当たり打ってこう言ってね。でまあこう言ったらこう言って、でまあ一回覗きますか。でついで、まあこんな感じで、こんな感じで打つ、こう打ってって言ってました。まあ実戦ではここでね、かけつきまして、でここ伸びましたね。こう伸びる手もね、まあさっき言ったように大きい手ですから。でこうつけまして、跳ねて、跳ね返しまして、当たり打って伸びて、ここではちょっと無理筋でしたね。これこの手は当たり打って、当たり打って抜いて、でまあ当たり打ったんですけれども、まあ出て抜いて、ここで手抜いて抜きましたね。で黒もここでこれ抜きましたね。ここがさっき言ったようにね、出る点ありましたから。でこれ抜きまして、押さえて、まあ抜いて、で一間飛んで、でここでつけて、伸びて、張って、伸びて、で当たりを打ってきましたね。ここでね、こう大きくしてきました。抜いて、またこう大きくするのはね、まあ黒も負担なんですけれどもね。
で、ここを当たり打ちまして、これはまあ抜かないといけないですね。抜きまして、で抜いて、で出て、でここでですね、受けたんですけど、受けた手がチャンスを逃しましたね。ここを、ここは受けずにもうこれ抜いてしまうということですね。まあ、出てもね、これ押さえたら、まあ生きはしないんですけれども、まあちょっと引っかすことはできますし、まあこれ押さえたら多分あの曲がり種目の形で死ぬと思うんですけれども、まあそういうのもありますし、それよりも何よりも、まあここでこういうふうにね、動く手がいいですね。うん、でまあ動いてここでね、まあ、もちろんこれ押さえることはできないんですけれども、こういってね、まあこういった時に、まあここをつける手がありますね。でこういって、まあ、こんな感じで打ってね、まあここに地を作るとね、これを捨てていうのはありました。でこっちもね、またなんかこの石が生き出すとこっちも生きたりとかしますので、まあいろいろとね、ここ抜いた方がすっきりしてよかったんですけれども、まあ、実戦ではこれ受けてしまいましたので、抜いて、で、これに対してはね、もうついでしまいましたね。で、ここでこう滑ったんですけど、この手がね、どうもパッとしない手でしたね、この手が。まあ、ここではね、まあちょっとこういうふうに伸びる手が良かったんですけれども、まあはっきりと生きてないので怖かったんでしょうかね。ただ、こう伸びたら逆にこの3子も弱いじゃないですか。だから、この石が死ぬことは多分ないんですよね。むしろこっちの方が危ないと言いたいぐらいですから、こういうふうに強く打つ必要があったんですけれども、なんかここで桂馬でね、打って、まあ、これ一気に行った手なんですけれども、ただ、こう出た手が良くないですね、これね。ここは、もうこの、ここはね、白も大して、強くないじゃないですか。はっきり言って3子だし、こっち4子だから、まあ、はっきり言ってこっちの方が力関係で負けてますので、もうここはこう抑えて、で、まあ、こういうふうに張ってきたら、もうここはもう手抜いてね、手抜いてもこっちを抑えて、ここの地で勝負とね、こっちの地で勝負とね、こういうふうにいくのが面白かったみたいです。ただまあ実戦ではね、ここでこういきまして、これ継がして、これ継がしてしまった手がね、良くないんですよね、これね。でまあ抑えるんですけれども、でここでちょっと張ったんですけれども、やっぱりちょっとまあ黒は今ちょっと自分がいいと思ってるんでしょうかね。まあここではこういうふうにね、ここまで行く手もあったんですけれども、ただまあここまで行くとさすがに、ね、白もこう取ってくると思いますので、でまあこういったら、まあ、こういって、でまあ、こういったらこういって、まあ、これ生きてないんですけれども、まあこれでね、ちょっと逃げる、逃げていくと、まあこれはちょっと怖かったかもしれませんね、実戦では、うん、これとこれの戦いなんです。これも実は生きてはいないんですけれども、ただまあこういうふうに固く打ちましたね。固くで伸びて、そしてここコスミつけたんですが、これもねちょっとね弱気な手なんです。これも、まあ、桂馬までいけたんですけれども、さすがに出切りが怖かったみたいですね。それでまあここコスミつけたんですけど、まあこれちょっと白に機会を与えましたね。これはね、逆にチャンスだったんで、で押して伸びて、そして張って押さえて、そして桂馬に滑って、まあ一目抜いて出て押さえて、でここに打ったんですけれども、これよく見たらこれまだ生きていないんですよね、これ、うん、この黒生きにいってるんだけど生きていないという、ね、ここでね、実際白はここでね、こう跳ねて、これ生きてないですよね、このここに行かれるとこれ押さえないといけないんですけど、まあ、まあ簡単にもうこれでもう生きてないですよね。まあもちろんまあこれだったら味が悪くて、ね、まだこの空間が広すぎてね、多分まあ死なないと思うんですけれども、まあ生きてはいないですね、これで。まああるいはここでね、こういうふうに先手で利かしてきたとしても、これでもまあこれ生きてないですよね、これね、こういったら生きてないです。
行きに行ってもまだ生きてないというね、はい、そういうことになっております今。ただこの手はあきれていい手ではないで、先ほども言ったようにこの石はなかなか取るの難しいですから、目が今2眼なくてもね。ですからここではもう生かしてやってここに行くと、でここで勝負すると、ね、うん、そっちは良かったみたいです。ただ実戦ではね、まあ、やっぱり取りに行きますよね、こうやってね。でここで切りに切ったんですけれども、これ先手ですね。今度は渡りますので、当たりからね、こっちに先手なんですけれども、ここでこっちを押さえましたね。ここでここを押さえました。でワンテンポ遅かったですね、これね、うん、こう切られる前にここ行きたかったですね。ここを打つ、だからここを打たずに、まあ黒はこれでね、まあ渡ります、これ渡りましたからね、これでね。で渡りもせずにこれここ切っていきましたね。はい、これちょっと味が悪いですね、もう切られて。なんかさっきまで黒ずっと生きるために弱気だったのに、急にねなんか強気に出てきましたね。当たり打って伸びて一間飛びました。で曲がって、で一回当たり、跳ね打ちまして、ついでで跳ねて、でここで一気に行ったんですよ。またこれこの手がまずかったですね。これ一気に行っても生きていないのに、生きて生きに行って、ですからここではこう一発当たりを打ちたかったですね、ここをね。絶対の先手ですから、まあ一気に行きましたね。ただ生きていないですけどね、さっきも言ったようにね、はい、で伸びまして、そして一間飛んで張って、伸びて押して、一間飛んで、でぶつかりましたね、ここで。で出て伸びて出て押さえて切って、一間飛んで伸びて押さえて押して出て押さえて伸びて、で当たりを打って一目取って、まあまくりましたね。で一目取って、まあここを地にしましたね。当たり打って抜いて、そして一間飛んで、で押していきまして伸びて、で一間飛ん で出て、でここでここにつけました。ここではなくて、ここを押さえたかった気がしますね。これ生きてないですからね、この石が。これ捨てても、これ取れたらこれは大きいですから、まあ、おそらくこういったらどういくんでしょうね。とりあえずは生きないといけないですね、これね。こういってこういってこういう感じでね、生きないといけないと思いますよ、これおそらく。まあこうなったら逆に白が良くなっちゃうんですけれどもうん、まあこんな風に打たないといけないような気がします。はい、怖いですから。まあ、こうになったらまあ分かんないですからね。有利だったもんですから、まあ、こういうふうに打たないといけなかったような気がしますけどね、抑えてたら。ただ中村さんはここでここに打ちました。なんかちょっとこうにするのはちょっと気が引けたんかかもしれませんけど、ちょっとチャンスを逃しましたね、これ。これとぬるかったですよ、こっち打った手は。取れればいいやっていうんですけれども、取れたらいいんですけれども、これがね。まあ、跳ねて、押して、ぶつかって押さえて当たり打って、ついで、で当たり打って伸びて、でここ跳ねて、まあこれはもう当たり打って当たり打って、でまあここでここ打ったんですけど、まあこれちょっと致し方ないですね。これ取りに行きたいんですけれども、こうやってこれここ当たり打ってこういってこういかれたら、これ逆に取られてしまいますので、これはダメですね。まあ、いた仕方ないですね。はい、ここで失敗しました。だから、この石は来る前にね、こっちに来る前にやってれば、多分状況は変わってたんですけれども、ここに、こっちに来てからこれ打ってます。押さえてますので、うん、これはちょっとね、また黒がだいぶ良くなりましたね。で、ここでね、押さえたんですけれども、この手はおかしいですよ。これ生きてないですよ、この手。ここで。これ、白が今ここでここに行ったら、これ生きないといけないんですよね、この石。こうやって。
こうやって生きるんですけれども、これはちょっとね、まずいかったんですけれども、中村三段は、で、まあ、ここでね、ここに打ったんですけど、これはで、ね、明らかなミスですね、この手は。ここでは黒は、これを行かないといけないですね、これを行って。で、これ先手ですから、こう継ぐしかないんですけれども、で、ここで、これを抜いておくと。で、抜きがですね、これ先手なんですよね、この石に対して。生きながら先手ですから、で、白ここを打たないといけないですからね。まあ、しかし実戦ではね、こう打ちましたね。で、ここでですね、まあ、覗いたんです。これは、覗いた手はね、これ悪手なんですけれども、こっちを打たないといけないんですけれども、多分中村三段は、どういうふうに受けるかを見たわけですね、これね。どう受けるかと。まあ、竹に受けたら、多分ね、この石は、取られると思います。取られるんですけど、ここで多分ね、こういうふうに行こうということですね。で、これ生きてないですから、で、これこう行かないといけないじゃないですか、こうやって。まあ、こういうふうに打たないといけないんで、ここで切っちゃおうということですね。で、これ出ないといけないじゃないですか。で、出たときにこっち出るんですよね。一回出るんですよ。で、これ今、この石がこう、抜いたりしたらこれ生きてないじゃないですか、これ。だから、ここでおそらく黒こう生きると思うんですよね。で、生きたら、もうこういっちゃおうということですね。押さえたら、これ、押さえれないじゃないですか、こういったら。これ出ちゃうからね、これで。多分抜くと思うんですけれども、こういう感じで打って。まあ、こういうふうに打とうと。おそらく考えていた、と思います。で、まあ、さっきここ行ったら、危ないって言ったんですけれども、まあ、一回こう行って、継いだ時に、今度はね、ここがダメが詰まってるんで、こういうふうに当たりを打ってね、こうやって生きることができますね。これで生きることができます。だから、そんだけこのダメを、ここの、ここってのは大きかったんですよ、ここ。ここに、双方の急所があったわけなんですけれども、多分こういうことを考えてたと思いますよ。で、まあ、こっちを受けましたので、今度はね。これはですね、まあ、こう切りまして、で、当たり打って継いで、これは隻になりましたね。隻になりました。こっちから当たり打つとまた伸びられるので、またこっちが死んでしまいますのでね。で、ここを次。で、結局ここを打ってるんですよね。まあ、ここ。で、ここ無駄だったわけですよ、この一手は。まあ、当然次ますけれども。で、まあ、抜きまして、いきまして。で、白も、まあ、もうここ当たりにならないですよ。生きないといけないですね、これね。いきました。これ互角っていうか、これで逆に白が良くなりましたね、これでね。なんか福岡さんはあれですね、なんか最後の一つで失敗しますね、さっきから。コーナーまで追い詰めるんですけれども、なかなか決定打がちょっと出ないですね。で、まあ、曲がりまして、そして当たり打って継いで、そしてここに打ちました。寄せ勝負になりましたね、これでね。寄せ勝負になりました。で、ここに打ったのはどうだったんでしょうかね。これはちょっとね、まあ、利かすのであれば、ここは捨てた方がいいですね。2子を。2子にして捨てた方がいいですね、こういって。こんな感じで打った方が良かったと思いますよ。まあ、実戦ではここに打ちました。で、ここで当たり打って、当たり打って抜いて、で、これ行きましたね。生きに行きましたね、これね。福岡さんは生きに行くタイプなんですね、とにかく。どうも。で、コスんで、押さえて、そして当たり打って、継いで。で、1目取りましたね。まあ、やることを全部やって取りましたね。で、まあ、覗いて、継いで。で、当たり打って、跳ねて、ここでですね、下がったんですけれども、これ、どうも悪手だったみたいですよ、これは手は。こう打ちまして、当たり打って、
当たりも多分悪手ですね。悪手ですね、多分。ついで。で、覗いて、裂いて。で、ここでね、かけつぎましたね、これね。まあ、受けましたね。で、張って、伸びて、張って、伸びて、裂いて、ついで。で、渡って、覗いて、ついで。まあ、ここは行きましたね。ここ一眼、ここ一眼で。で、これは先手ですね。押さえまして。で、一間飛びました。まあ、寄せ勝負ですね、今ね。ただ、1目半ぐらいしかないですね、今ね。で、ここで、まあ、ここに打ちましたね。まあ、いいとこですね。人工知能推奨手みたいです。で、まあ、ついで、伸びて、跳ねて。で、継ぎましたね。伸びて、継ぎまして。下がって、押さえて、当て込んで、継いで、で、切りました。で、当たり打って、当たり打って、抜いて、2目を取りましたね、ここでね。2目を取りました。なんか2目を取って、どうもね、損したみたいですね。なんか村さん、ここで。まあ、そんなに損とは思えないんですけれど、まあ、まあ、人工知能はそういうふうに出てます。何かわからないですけど。まあそんなに損だと思っ、じゃないと思います。まあとにかく、半目勝負です。で、受けました。当たり打って、そしてここでね、手抜いて、ここ跳ねましたね。こう、跳ねる手が大きいですね、確かに。ここが大きいと思います。こっちから継がれると、これ、ね、渡って1目取られますので、大きいですね、これ。生きないといけないですからね、これね。で、黒。で、こう、行きましたね、黒。で、押さえました。こっちは、助けなかったです。こっちもでかいと見たわけですね。多分、そんなに変わりないと思いますね。こことここ。で、当たり打って、ついで。で、3目抜きました。出て。で、ここで、跳ね継ぎを打ちましたね。で、ここ当たりを打ちました。で、まあ、これに対して、まあ、出ましたね、ここで。出る手も大きいんですけれども、とにかく今ね、半目勝負です。で、継ぎまして、で、当たり打って、で、継いで、覗いて、継いで、抜いて、抜いて、抜いて、で、覗いて、継いで、で、曲がって、つけて、跳ねて、跳ねて、当たり抜いて、で、当たり打って、抜いて、で、まあ、コウ立てですね。継いで、抜いて。まあ、これ、継がざるを得ないですね。まあ、今、半目勝負ですね。はい、半目勝負です。で、押さえて、継いで、で、押さえて、当たり打って、継いで、当て込みましたね、ここね。はい。まあ、こう受けましたね、ここはね。跳ね継ぎを打ちました。1目突き。で、ここを受けました。今度ね、これ手抜けないです。今度当たり打った時は継ぎたら、継げないですから、ここダメ詰まっちゃって。受けました。で、当たり打って、継いで。で、ここでね、曲がりましたね、ここで。で、まあ、ここで出て、押さえて、で、ここ押さえて、で、ここで当たりを打ちましたね。で、ここ跳ねに、まあ、2目の手ですから、跳ね継ぎましたね、これね。で、こうで頑張るってことですね、白はね。押さえて、ついでね。で、こうですね。これ、こう争いになります。さあ、今ね、評価値は白が半目勝ってるって言ってるんですけど、これ、実際はめちゃくちゃ難しくて、白はこのコウを勝って、しかも、相手に、寄せを、相手が寄せを打ったら、自分も寄せを打たないといけないっていう。まあ、そういう風に打って、初めて白が半目勝つっていうところなんです。だから、非常に難しいですよ。一つミスしたら、もう黒が勝ちです。白が全部正解手を打てば、これ白は半目勝つんですけれども、
1個でもミスしたらもう黒の勝ちです。この碁はまあ一応半目リードになってますけれども、でまあコウ立て打ちまして抜いてね、でコウ立てがねどうもね白の方がねだいぶ多いんですよ。白の方が圧倒的に多いんですよね。白だからこういう全部持ちこたえることができるんですけれども、まあ、次まで抜いてでここ打ちまして抜いて抜いてで抜きましてついで抜いてでまあコウ立てですね、抜いて抜いてコウ立てです、抜いて抜いて切って当たり打って抜いて出て押さえて抜いて下がって下がって抜いてでついででここでこう解消しちゃダメなんですよね。ここでこう解消しちゃダメなんですよ。ここでこう解消しちゃダメで、ここの目もなくさないといけないし、ここも一眼あるので、ここの目をもうなくさないといけないです。まあ抜きまして、で、こうで。抜きまして。で、こう立て打ちって、受けて、抜いて。で、ついで、もちろんこれもね、打たないといけないです。ここね。抜いて。で、ここですね。さあ、ここがね、重要なので、ここを打たない限り、絶対勝てないんですけれども、ここで。ここを打ったのが素晴らしいです。よくここを見つけたなと。ね。これ、例えば、こう立てだっつって、ここに行ったら、これ負けです。半目負けちゃうんですよ。ね。これじゃダメなんですよね。ここで、ここを打たないといけないですね。ここ。ここなんですよね。なんでかっていうのは後でわかります。まあ、次まして、抜いて。で、これもコウ立てですから、当然これもね、この受けないといけないですね。はい。で、次まして。で、次ましたね。はい。で、次ました。で、これで勝ったわけじゃないんですよ。実は。これで勝ったわけじゃないんですよ。これ継いだときに、これ継いだときに、さらに、予選が、一目予選るとこがあるんですけれども、まあ今出ますけども、ここですね。ここを行かないといけないんですよ。ここを放り込んで勝たないといけないんですよね。うん。で、ここまで見ていたっていうのは、これすごいですね、寄せで。ここまで見ていたと。長い、ここの子争いでね。ここまで見ていたっていうのは、これすごいですね。はい。ここを行かない限りこれ負けるんですよね。いや、この辺のコウ立てとかも考えて全部ね、打ってたっていうことですから。いや、この寄せの正確さはすごいですね、中村さんの。はい。尋常じゃないです。で抜くしかないですけれども、コウ立てが多いんですよね、これね。こう言って、抜いて。で、抜いて。で、ここが、まあ、ここ、ついだからまたね、コウ立てになったっていうね。はい、もうしょうがないですけれども。ここも計算に入れないといけないですね。こっち突いたときはね。つい。で、抜いて。で、ここでまあ諦めて、ここを打ちましたね。で、こう、継ぎまして。これで半目勝ちましたね。はい。で、あと、まあ、こう、抜いて、ここをね。で、まあ、こう打ってね。で、ここ、まあ、最後まで打たれましたね。で、ここまで打ちまして、結局、白が半目勝ちしましたね。はい。いやー、これ素晴らしいですね。次世代エースの福岡ね、五段にね、寄せで勝ちましたね。寄せで。あっぱれです。以上です。